こんにちは。こんにちは。ルーのウェブカレッジです。アシスタントのあゆみです。今日は EC サイトの種類4選をお伝えしていこうと思います。徹底比較していきます。私はウェブ制作会社代表で、ウェブ業界に携わっていて15年、ウェブシステム開発、マーケティングを行っておりました。ウェブに対してできないことはないと自負しております。このチャンネルは、ウェブ経験未経験のあゆみさんを IT 精神に育てていくためのチャンネルです。ウェブ担当者未経験の方は一緒に学んでいきましょう。ぜひチャンネル登録もお願いします。今日はウェブ担当者の方向けに EC サイトについて比較をしていきたいと思うんですけど、まずどんな種類がありますか？大きく分けて4つ。1つはショッピングモール、2つ目ショッピングカート ASP、 3つ目 EC パッケージで、4つ目はフルスクラッチになります。最後の方とか難しそうですね。はい。それぞれどんなものか教えてください。まず1つ目のショッピングモール、これに関しては楽天や Amazon、 Yahoo サイト、そういうモール側に出して商品を販売していくサイトになりますね。私も電車の中とかついつい見てしまいますね。これがいわゆるショッピングモールですね。ショッピングカートの ASP、 ちょっと難しい単語ですけど、よくあるショッピング、もともと EC サイトを構築されたツールを使って始めるという。例えばどんなものとか私使ってますかね、日頃。よくあるベースとかストアとか、その他カラーミーであったり、最近よく聞くショップファイとかが結構多いですね。見たことあります。この辺が結構皆さんが気軽に始めやすいかと思いますね。次 EC パッケージ。パッケージに関してたら初めちょっと難しくなるんですけど、はい、こちらからプロに依頼して作ってもらうのは多いですね。 EC パッケージ、これ素人の私は初めて聞くレベルなんですよね。主に大きいところで言うと EC キューブだったり、あとはメイクショップ、最近でいくとワードプレスを使ったプラグインを使うウェルカートとかあったりしますね。これはちょっとステップアップですかね。そうですね、この辺は専門業者に依頼して作っていくことになりますね。最後にフルスクラッチ、これはもうそのまんまですね、ゼロから作っていくっていう。ルーさんのお得意分野ですね。そうですね、これが一番うち的にはありがたいっていうこと。使いやすくなるんですか、やっぱり。企業さんが求めてるものに一番かゆいところにも手が届く、自由にカスタマイズできるっていうところですね。今ね、それぞれ種類について教えてもらいましたけど、メリットデメリットについても知りたいですよね。メリットデメリットで言うと、まずショッピングモールの場合は気軽に出店するだけでもうすぐ始めるところですね。それはもう素人でもすぐに出店できるようなことですね。そうですね、 Amazon とか楽天とかすぐに自分のお店を持ちたいみたいな感じですぐに始めれるって感じですね。そういう規約とか制約は厳しくないんですか？例えばし、モールによったら売上の何パーセントを取られたりとか、もしくは場所代が取られることとありますね。そこは確認してから出店した方が良さそうですね。でも一番気軽に始めやすいってところですね。ショッピングカートの ASP、 これに関しては安いところであれば無料ですぐ自分の EC サイトを持てるものがありますね。そんな気軽に始められるんですね。この辺は個人で例えば自分のものを売りたいとか、20点未満までやったら結構無料なのが多いですね。逆にそれ以上の出品点数とかなってくると、オプションで追加料金が発生したり、あとは自由なデザインができないので、そこの決まったレイアウトでデザインで物を販売していく感じになりますね。 EC パッケージのメリットに関したら、はい、ちょっとプロにお願いする分、自分の好きなものを売れたり、デザインもその辺が拡張性が広がるってことですね。やっぱデザインを良くすると見てくれる人が増えるってことですか？そうですね、やっぱり好きな自分のデザインとか、その辺はプロにちょっと委ねることが多いけどっていうところですね。また売りたい数とかによっても変わってきますよね。その代わり値段もちょっと費用も金額も高くなっていくことはありますね。どのくらいから始められるんでしょうか？ EC のパッケージ、ある程度の通販ができる仕組みを使って作るので、それでも大体やっぱり最低でも100万からはかかってくるかと思いますね。そもそもロット数とかが多い方が良さそうですかね。メインの商材が何かで売っていきたい、それで副業とかよりもメインでやっていきたい場合は、そちらの方がいいかと思いますね。そして最後は1から作るフルスクラッチでしたっけ？最後は1から作るフルスクラッチですね、はい。メリットで言うと、さっきおっしゃってたように 0-1 ベースで好きなデザインとか仕様にできるということですか？フルスクラッチに関したらやっぱり自由に設計ができるので、それが一番のメリットですね。これも個人でやるっていうよりは、企業さんで何か大きなものを販売される時とか、あとは特殊な売り方をする場合とか。例えばどんなものでしょうか？最近の例で言うと、商材がものじゃなくて無形のパッケージもの、情報だったりセミナーだったり、こういう場合はなかなかものを売るわけじゃないので、特殊な売り方になるのでフローが変わっていきますね。
逆に今メリット聞いてきましたけど、デメリットってそれぞれありますか？デメリットで言うと、ショッピングモールに関しては先ほど言った売上に対してのパーセンテージを取られたり、うんうん、場所代を取られるっていうことがありますね。ショッピングカードの ASP の場合、簡単に無料に始めれる分、もうできることが制限されているので、商品登録数だったり好きなレイアウトだったり、そういうのが制限かかりますね、うん、EC パッケージの場合に関してはデザイン性とかある程度の拡張性はつくんですけど、やはりフルスカッチと違って元のパッケージツールを使って制作会社さんが作ること多いので、細かいところが手が届かないことはありますね。可能な限りやっぱフルスクラッチはがおすすめですけど、うん、デメリットは費用と納期ですね。一番やっぱお高くなってしまうのがフルスクラッチですね。そうですね、ここは相談して何をメインにして気軽に始めたいのか、企業の一本としてやっていきたいのか、その辺は費用と納期を確認して決めていったらいいかなと思いますね。僕昔の会社で通販会社おったんですよ。 EC サイトの専門で、はい、ゲーム売ってたんですよ。海外ゲーム、パソコンのゲーム、もう全部ですね。パソコンもプレイステーションだったりとか PS だったりとか、海外ゲームなんですよ。今っても全部ダウンロードできる時代なんですよね、はい、昔は本体を仕入れてたから海外から、それを日本人宛てに海外ゲーム売ってたんですけど、日本人って絶対に何日以内に届く、もしくは買ったら、最近早いから1日2日やけど、はい、昔だったら3日後4日後1週間後とか、うん、海外ゲームは注文して発注して船に乗せてやっていくから1ヶ月2ヶ月は平気でかかるのと、1個注文しただけでそれを注文するわけじゃないんで、他の人が注文もらってから船で輸送するのが1月2回なので、届かんことと、あと箱がボロボロ出てくる、海外もんやから。でも日本人細かいから、箱がこれ不良品やとかすぐ言うから、すぐクレームなのとか、あと届かないとか、向こうは届かないの当たり前ね。届かないのが当たり前、そう、日本ぐらいだし、こんなにちゃんと物が届くのって、海外は物が届かなくて当たり前らしい。だから頼んでも気軽に頼む、気軽に待つって時代だし、ゲームって言ったら何万円かしませんか。でゲームって高いし、海外ゲームって高いんですよ。なんでわざわざ注文してやりたいの、発売前にすぐできるんですよ海外って。だから日本で発売するの遅いけど、海外じゃもう発売してること多い、はい、だから先にやりたいけど、頼んだ頃にはもう日本のゲーム発売してるみたいな日本でそのまま買った方がいいか、すぐ返品言われるけど、もう返品できひんから頼んでたら。これは闇というよりも海外あるあるっていうか、海外 EC サイトあるあるですかね。そうそう、海外は結構物が届かない、うん、すぐ発注かけてもすぐには絶対来ないから、1ヶ月2ヶ月後が平気。それっていつの話ですか。俺が14、15、16年前ぐらい。15、16年前、それ考えると、今って韓国の若い女性とかお洋服が流行ってて、シーンとか頼んだらすぐ来ますよね。時代は進化してるななんて今思いました。すぐ、ね、全く来なくて当たり前だ海外で、海外とは絶対取引したくないなと思った。あ、そうなんだ。それぐらい海外はガバガバっていうか。面白いですね、ま、この時代の変化が。いや、ほんまにもう、でもクレームしか来へんっていう。作ってる側辛いですね。いや、もうクレームばっかりやったから毎日が1日3、40件クレーム電話対応したから、ね、ちなみに当然クレームばっかりやから倒産したけどね、うん、いや、そりゃそうやなっていう、もう見事に社長は飛んだけどね。今その会社から抜け出して社長されてるんですもんね。倒産したから他に就職したみたいな結構やばかったなっていう EC は。めちゃめちゃ儲かったけどね、何億とか何十億儲かったけど、うん、それ考えると今クリーンですよね。だいぶ全然今はクリーンっていうか、でも Amazon が早すぎるからそれが問題になったけどね、一時期、うん、今日は EC サイトの4種についてお話ししました。あとね、番外編で EC サイトあるあるの何十年前の話も出てきましたけど、はい、今は割と良質なサイトも多いんですよね。と思いますね。僕は昔の EC サイト担当者だった頃の闇の話でしたけど今はトラックちゃんとしてると思いますぜひ感想や質問がありましたらコメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。弊社クラウドシードではウェブ制作、システム開発、マーケティングなどを行っております。ご興味のある方は概要欄にホームページのリンクを貼っておりますので、お気軽にご相談ください。では次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。